はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューしています。で、普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれども、その他のジャンルについてもチャンネルページに再生リストが作ってありますので、よろしければそちらからご覧ください。またチャンネル登録およびグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。で、今日ご紹介する本はこちらのハイコンセプト、新しいことを考え出す人の時代というタイトルの本をご紹介したいと思います。で、この本ちょっと古いんですけれども、2005年に発売されている本の訳本になります。で、まあ、内容としてはですね、まあ、これからの時代、まあ、その2005年当時なんですけれども、まあ、これからの時代は、まあ、ハイコンセプトというのが大事ですと。で、文中にはハイタッチというのが大事だという言葉も出てくるんですけれども、まあ、ハイコンセプトというのは何かというと、チャンスを見出したりとか、まあ、芸術的な感性に訴えかけるような、まあ、美しさを生み出す能力とか、またあと人を納得させる話のできる能力、またいろんな概念を組み合わせて新しい概念を生み出す能力と、まあ、そういうものをハイコンセプトとこの本の中では言っています。で、あとハイタッチっていうのも少しご紹介しましたけれども、こちらについては、まあ、他人と共感する能力とかですね、人間関係を作っていく能力とか、まあ、そういったことをハイタッチというふうに言っています。で、まあ、これからの時代っていうのはこういう感性が必要ですよということが言われています。で、なぜかというとですね、まあ、これまでの、まあ、いろいろな産業の発展等のおかげでですね、私たちっていうのは、物のニーズ、まあ、物質を満たすっていうニーズはもう随分満たされてきていると。例えば、まあ、ご飯が食べたいとか、高性能なパソコンが欲しいとか、車が欲しいとか、まあ、そういった部分に関しては、まあ、この本の中では過剰なまでに満たされたというふうに書かれてましたけれども、まあ、もう十分ですということですね。で、まあ、その結果として、まあ、人々が美しさとか、まあ、感情っていうものについてフォーカスする傾向が強まってくるんじゃないかということが、まあ、この本で主に、まあ、言っていることです。で、まあ、一昔前にですね、ブルーカラーの労働者が、まあ、パソコンとかロボットとかに、まあ、職を奪われたのと同じように、まあ、これからはホワイトカラーの人でも、ルーチンワークをやっているような人たちっていうのは、まあ、そういった単純に物を生み出すとか、いう作業だと、まあ、置き換えられてしまうよということが、書かれてました。で、じゃあどうすればいいかというと、まあ、これからですね、単純にパソコンの性能だけではなくて、まあ、デザインに優れたものを作るとか、まあ、あとは何か物事を話をするときに単純によしあしの議論だけではなくて物語を、作ってストーリーがあるようなものの話し方をすること、また、物事を議論するときも一つ一つの、内容について議論するのではなくて全体としてどういうふうにあるべきかということを、話をすること、また、最後に、論理的にこう何かいいものを作っていくというだけではなくて、まあ、人々の共感が得られるような、まあ、ものを作っていく。で、ものっていうふうに言いましたけれども、まあ、私はですね、普段ものづくりに今関わるような職種についてますので、今ものというふうに言いましたけれども、ものだけに限らずですね、そのサービスといった分野においても、まあ、これからは単純に優れたサービスというだけではなくて、まあ、コンセプトのある、まあ、サービスを提供していかないと、いけません、いけませんというか、まあ、そういったサービスが求められる傾向が強くなるんじゃないかということが、まあ、書かれていました。で、まあ、おおむねこれで以上なんですけれども、まあ、内容としてはですね、そのこれからまあよりよく生きていくためには、まあ、どういった、まあ、欲求を満たしていく必要があるのかということに対して、まあ、解説がされているんですけれども、やっぱりこれまでのものが満たされてくるという期間を、まあ、終えて次の、期間として、まあ、豊かな人生、よりまあ、楽しい豊かな人生っていうのを作っていくためには、まあ、こういう考え方が必要なんですよということが、まあ、書かれていたのが印象的でした。はい、今日は以上になります。もしよろしければチャンネル登録およびグッドボタンの方をぜひよろしくお願いします。